はい、こんにちは。ドンチャンネルです。1月14日、日曜日のお昼。ちょっと、報告っていうかね、記録として喋っとこうと思って、今年はさ、元旦に能登半島ででかい地震があって、2日は、羽田で JAL 機が炎上するような事故があって、3日は、僕は福岡市に住んでるんだけど、ある時期ね、通っていた北九州市小倉の魚町銀天街のところにある、鳥町食堂街っていう一角がね、大規模火災を起こしたんですよね。それで昨日ちょっと小倉に行く用事があったんで、気になるんでね、どんな風になっちゃったのかなと思って見に行ったらね、こんな感じになってたんですよね。火災の記事をね、ちょっとここで読んどきますね。北九州市の商店街、魚町銀天街で火災が発生しました。激しい炎が立ち上り、密集した店舗に延焼しています。午後3時10分過ぎ、北九州市小倉北区の商店街、魚町銀天街で燃えていると通報が相次ぎました。火が出ているのは食堂街の中でも特に古い建物が隣接する鳥町食堂街付近と見られています。魚町銀天街は1951年に創立した日本最初のアーケード商店街です。一昨年2回の大火事となった旦過市場の近くで消防活動を続けていますが、火は延焼を続けています。現場を見に行ったんだけども、一角がね、丸まま焼けちゃったっていう感じでした。自分が通っていた赤ちゃん食堂さんがね、営業を終了されて、終了されて、寂しいなと思いながらもね、もう閉まってるって分かってるんだけど、食堂街には僕は足を運んでたんですよね。そしたら今度は火事が起こって、通うも何ももう一角が丸ままもう真っ黒けになっちゃったっていう感じでね、なおさら寂しさを感じたんだけど、行ってみたらね、その一角を除いた他のお店はね、営業を再開されていて、ちょっと複雑な心境だったんだけど、僕がいつも見上げていたね、看板、通っていた通路は真っ黒で、全てが焼け落ちてしまって、一角の向こうのね、ホテルが建ってるのが見えるって言ったようなね、戦争中に空襲で、ああ、何もかも焼け野原になっちゃったって言ったね、おじいちゃんおばあちゃんの話を僕たちは聞いていたけど、ああ、こんな感じだったんだろうな、みたいなことをね、思いました。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。